まあよく窓の外見てましたね、僕も。あ、何、どんなこと考えてたんですか。まあでも友達のこととか考えたかもしれないですね。何やってんのかなみたいな。カーテンとかはないんですね。カーテンは別に必要ないでしょ。って外から巡回して回るので、うん、外から見えないといけないです。子供の顔が見えないと。僕もまさに外から笑ってるところを見られて、それで寝てる時に。よいしょ。どうぞ。人がの単独室はこんな感じ。わ。どうぞ中入ってください。こんな感じでしたね。すごいこう精神的に追い詰められそうなんですか。そうですよ。時計もないし、そうですね、ここでずっと座禅をしてないといけないんですよ。座禅しますよね、1日8時間ぐらい。ここはしない。あ、しないですか。しないですね。瀬戸はなんかしないといけないですね、8時間ぐらい。昔はね、あったかもしれないね、ここの中で。で、1回笑ったことによってここで1週間ぐらいでしたっけ、2週間でしたっけ。どれぐらい、2週間ぐらいかもしれない。1週間ぐらいじゃないかな。まあ、ご飯とトイレと寝る以外は座禅みたいな。時計もないんで気が狂ってきますよね。2週間ぐらいいると足の筋肉が落ちるんですよ、めちゃめちゃ。で、そのさっきの集団に戻ると1日で足が筋肉痛になるみたいな、精神的にね、2週間いて、ようやく戻ると、まあ、集団寮がちょっと楽しいなぐらいの感じだったんですけど、またその同じ月に笑わされて、また連れてこられました、その同じやつに。はい、めちゃめちゃ面白いんですよ。